どうも皆さん、こんにちは。今日はここ三重県の伊賀市にあるキャンプ場に来ています。いつもは車中泊ばっかりですが、今日はテントを立ててキャンプをしたいと思ってきました。これから立てていくテントなんですけど、コールマンの LDX ダークルームテクノロジーってやつかな、ちょっと詳しい名前も忘れたんですけど、まあ夏でも涼しく使えるってやつがあって、まあ、それが M サイズと L サイズあるんですけど、 L サイズを買いました。で、まあこれからちょっと立てていきますね。で、ここ4年ぐらいずっと車中泊ばっかりやってきてて、テントなんか全然立ててなかったから、ちょっと子供できたから大きめのテント買うということで、この今立ててるテントを買ったんですけど、これ今日初めて開けて立ててるんですよね。で、もうこれめちゃくちゃ時間かかって立てんのに、多分1時間ぐらいはかかったんじゃないかな。もう最初一人で立てようかなと思ったけど、もうのぞみに手伝ってもらって、やらんともう終わらへんなってなって、こっからまあちょっと手伝ってもらってるんですけどね。で、いつも車中泊やのに、なんで今日はテントで寝るかっていうと、今日実はこれ僕の誕生日なんですけど、まあ、のぞみに言って、俺、キャンプがしたいっていうことで、みんなで、今日はキャンプをすることにしたんですよね。まあ、後ろでこのど素人二人がテント立ててる間に、ちょっとなんで今回車中泊じゃなくてわざわざテントにしたいなと思ったか、理由をちょっと話したいなと思うんですけど、2015年から2018年の間、まあ僕ら夫婦でオーストラリアに3年間住んでたんですよね。で、その時にフォードのファルコンっていうワゴンを向こうで買って、それでサーフィン行ったり、キャンプ行ったり、車中泊行ったり、まあロードトリップをして2人で遊んでたんですよ。で、3年目の最後の時に2人でオーストラリアをちょっと回ろうっていうことで、ブリスベンっていう東海岸の町からシドニー、メルボルンの方に降りて、で、アデレードっていう町を通って、で、皆さん知ってるエアーズロック、ウルルっていうところまで上がって、ほんでもう一回下がってきて、西側のパースまで約8000キロぐらいの旅やったんかな。それを2人でしたんですよね。それから、日本に戻ってきて、子供ができて、まあ、キャンプとか、車中泊とかっていうのに、ちょっと疎遠になってしまって、なかなかすることができなかったんですけど、今子供が3歳になって、できるんじゃないかっていうことで、で、車中泊を始めて、次はキャンプに、ちょっと始めてみようかなっていうことで、今、ここでテントを立ててるんですよ。で、さっきも言った通り、僕らキャンプとか別にそんなプロレベルでできるわけじゃなくて、もうご覧の通り、もうほんまにど素人が立ててるから、ほんまに下手くそなんですけど、こっからどういうことを今後二人でしていこうかっていう話をしてて、で、2023年から4年ぐらいにかけて、オーストラリアをこのハイエースを改造して一周したいんですよね。で、二人の夢は、オーストラリアを子供を連れて一周することっていうのが、子供ができる前から話し合ってて、で、子供ができて、だん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 それが実現可能になってきたんで、今日僕の誕生日からその準備に入ろうっていうことで、今日ここに来ました。このど素人のレベルから1、2年かけてある程度ちょっとできるようになっていくんで、今めちゃくちゃ下手くそなんですけど、まあ、温かい目で見てやってください。オーストラリアにいた時に使ってたテントっていうのは、もっとほんまに簡易的な二人が入れるようなちっちゃいテントで、その中にエアマットレス敷いて寝てました。泊まるところっていうのは、キャラバンパークっていう、まあ、キャンプ場みたいなやつがあるんですけど、まあ、そこは炊事場とか調理器具とかも、まあ、揃ってるとこが多くて、まあ、料理はね、部屋の中でするっていうことがほとんどやったんですよ。だから装備とかも一から見直さなあかんし、何を持っていくのがいいんかは、ほんまにこれから一個ずつキャンプの道具使いながら
選んでいこうかなっていう、ほんまのほんまの始まりの始まりっていう段階ですね、これは。だんだんテントも出来上がってきて、もうそろそろ完成するんで、今日は僕らの記念すべき一日を一緒に楽しんでいってくれたらなと思います。ハイエースバンライファーとしてこれからどんどん成長していきたいので、皆さんぜひとも応援よろしくお願いします。では、早速テントの中の方見ていきましょう。なんとか完成。テントの中、真っ暗。来てきた。来てきた。よし、ご飯の準備やな。テントの周りをちょっとだけ紹介したいと思います。特に何をしてるわけでもないんですけど、まあ後ろでちょっと焚き火の準備したり、椅子を置いたり、で、この右側に子供のストライダー置いたり、まあこんな感じですね。これから子供とちょっとトイレに向かうとこなんですけど、この目の前に見えてるキャンプしてる人たち、ものすごいおしゃれで、何気なく通るふりしてどんなもん持ってんのかとかめちゃめちゃ参考にしてました。今日何食べるか知ってる？何？コロナになってからキャンプ人気人気って聞いてたけど、全然キャンプ場なんか来てなかったからわからなかったんですけど、いつも車中泊してるから道の駅とかそういうのが多いからね。やけどもうここどれぐらいなのかな、100人以上は軽く泊まってるぐらいいっぱいテントが立ってましたね。ほんまにキャンプの人って増えてるんやなと思って、しかもめちゃくちゃおしゃれやから、もうほんまにジロジロ見ながら参考にしました。ほんまリタも一緒に作ってくれる？ほんまに。さあお家どこでしょうか？こっち。どれどれ。どれどれどれ。ゴーゴー。違う。どれや。こっち。あった？この子が3歳になるまでは車中泊行くのはちょっとどうかな、無理じゃないかなと思ってたけど、ようやく最近こうやって行けるようになれたんで、うちら家族としてはほんまに今日は大きな一歩になってる日なんですよ。ママ、おめでとう。ありがとう。今日からな、みんなでキャンプして楽しむからな。アリメ、パパがおいしいご飯作ってくれるって。リータも作るよ。リータ、そっか、じゃあどうしようかな。リータどうしようかな。何ができるかな。じゃあ分かった。リメ、ここはベーコン取ってよ。ベーコン取ってて。ベーコン、あっち行って。ベーコン。お手手洗った皆さん。洗ってきた、今トイレ行って。私だけじゃ逆に言わせていただくと。パパ、洗ってないでしょ。早く行きなさい。あ、でも。洗ったって言ったじゃん、今パパは。ビニール袋取ってその中に入ってるから。どれ？ね、ママに聞いたらわかるわ。どれ？どれ？どれ？ Thank you very much。ほんでからベーコン取ってね。どれ？ハムみたいなやつ。ベーコン行ったやつ。ママ、これ。それよ。すごいね。これベーコン。Thank you very much。リタ、クリームとトマトどっちがいい？トマト。いいじゃん。もうみんなトマトでいいじゃん。今ニンニク行ってもいいやろ。いいやん。この辺か、こっちかな、これか。あったよ。おっと、トマト。
こうかな。なんて美味しいよそれ。なんてここ暑いから気をつけてよ。はい、暑いからね。寒いじゃん。めちゃくちゃ暑い。ゴミ箱の位置なんかもっとやばい。いや閉められへんねんな。いやちょっとそこに挟んでるから、挟む箇所が2箇所しかないから。なるほど。まあまあそれはまあ1回目やからさ今。この2年間かけて学習しながら我々はすごいキャンパーになって旅立つっていうのが。でもやっぱりさ、暖房器具1本から私って毎週来てる。これはここが2つ。おーかわいい、テンション上がる。これが噂のカップでございます。じゃあ行きますね。いいよ。これリメこれぐらい足りると思う。混ぜないんだ。混ぜれない。できたよ、パスタが。できました。ちっちゃくないやつはもうないの？ハッピーバースデートゥユーパパ。早い。ハッピーバースデートゥユー、おめでとう、おめでとう、あらららら、ハイバイ、ウィー、ハイバイ。キャンプ。キャンプ。じゃあパスタさ、おいしいのこれもパスタ。あー、リッタも。ゲホって。ゲホってきた。クリームパスタの方がいい？クリームあげようか。ちょっとずつおいで。ブドウ美味しそうでしょ？ブドウ。楽しい？キャンプ楽しい。楽しいね。早く行きなさい。お腹痛いんだよ、こんなこと。後でトイレ、後でトイレ行ってくるね。今行ってきたよ。今今行くの？そう？じゃあ行ってくるね。ブドウ食べに行きたい。ブドウ食べたの。まだよ、今置いたところよ。ベーコンが痛いから早く作りなさい。目玉焼き美味しそう。いい音でしょ。リタもできるけどね。
おお、うん、できましたね、できたね不思議だよ、ね、卵とベーコンのサンドイッチできましたこれがハムみたいな。おお。なんて？危ない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 。チルジャーってしてきてね。うん、もっと向こう、もっと向こう。もっと向こう。まだまだ。できた。パワーあるな。I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. 見てない魚。We can sit together. It's so beautiful. You and me. We're meant to be. In the great outdoors. Forever free. まだまだ冒険は始まったばっかりで、これからどんな世界が広がっていくか楽しみです。それではまた See you later guys!